こんばんは、ペケです。今回は2019年9月、茨城県境町の住宅で一家4人が襲われた事件について新たな情報がありますので考えていこうと思います。この情報は確定したものではありませんので、その点はご理解ください。詳細です。2020年11月19日、事件に関与したとみられる埼玉県三郷市に住む25歳の男 A が別件で逮捕されています。A は自宅の倉庫1階で硫黄 45kg を所持していた微罪で捕まります。硫黄は可燃性の固体で粉塵爆発を起こす可能性や、鉄などと化学反応させると有毒な硫化水素が発生するそうです。以前から A が危険物や薬品、刃物などを所持しているとの情報提供があったそうで、自宅を家宅捜索し A が容疑を認めたため逮捕されていますが、 A が2019年9月茨城県境町で発生した未解決事件に関与していると見られているそうです。指紋や DNA が残されていないため迷宮入りの可能性も噂されていました。関係者は微罪だが長期にわたり身柄を拘束され入念に取り調べを受けている。警察は A の商品購入履歴の情報や防犯カメラの画像解析によっていくつかの情報を得ているようだ。家宅捜索の際 A 宅からは凶器などは見つかっていないと話しています。また茨城県境町の事件では長男が唯一犯人の顔を見ているのですが、精神的ショックが大きく犯人だと疑われる A の顔を確認すること、いわゆる面通しは困難だと判断されているようです。一説には警察が A のスマートフォンの GPS 情報の記録から境町での事件発生時現場周辺にいたことも把握しているようです。そして A は過去に別の事件を起こしているとの情報も浮上しています。2011年11月18日17時ごろ、埼玉県三郷市の路上で帰宅途中だった中学3年生の女子生徒が背後から襲われる事件が発生。通行人が発見し119番通報しており、現場近くの防犯カメラからは自転車に乗った男の姿が確認されています。女子中学生は後遺症は残ったものの命に別状はありませんでした。同年12月1日千葉県松戸市の路上で小学2年生の女児が襲われる事件が発生。女児が泣きながらもなんとか自力で帰宅し母親が通報しています。現場付近では黒っぽい服で帽子をかぶり自転車に乗った男の姿が目撃されています。そして12月5日17時ごろ、埼玉県三郷市の路上で当時未成年だった A を警察官が職務質問したところ、カバンの中から刃物が見つかり逮捕へとつながります。 A は犯行を認め13件もの罪に問われましたが、未成年だったため5年以上10年以下の不定期刑を服し、その後名前を変え生活していたということです。ペケの考察です。今回の内容はあくまでも噂の範囲であり、確定している情報ではありませんのでご理解ください。2019年の茨城県境町の事件は凄惨な内容や状況からいろいろな考察があります。警察の情報では指紋や DNA の情報はありませんでしたが、リスナーさんの中には現場で見つかったスリッパに犯人の DNA が付着していたのではないかとの考察もあり、事件当日雨が降っていたので痕跡は流されてしまっていたのかもしれませんが、警察が公開していない物的証拠が残っていた可能性はあるのではないかと考えます。事件発生後比較的早い段階で警察は手がかりをつかんでおり、捜査線上に A が浮上し捜査を進めていたのではないでしょうか。そしてこのタイミングで微罪ではあるものの逮捕に踏み切った。私の考えていた犯人像とは大きくかけ離れているのですが、 A が過去に小中学生の女の子を襲っている点などから茨城県境町の家族の次女が目的だったようにも感じます。しかし接点は何だったのか、たまたま林の中にあった人目につきにくい住宅だったから侵入したのか、前々から次女に目をつけていたのか、また冤罪等には注意が必要だと感じます。名探偵ペケのコメント欄では私の把握漏れした情報や違った角度からもありますので、ぜひチェックしていってください。ペケでした。